主催者自らオープニングマッチに出場ということで、よろしくお願いします。意気込みはいかがでしょう。いきなりこんなことが、そうですね、もうこれ以上のアップにはもうないでしょう。大丈夫ですね。あと子宮が爆発大丈夫か、極端ですね。よかったです、アップにやっといて。いやでも本当はあれですね、オープニングマッチなかなかの緊張感ですよね。そうですね、一番最初、ね、今日来てくださったお客様が最初に見る大喜利ですからね。そうですよ、これでスタジオなんとか作らないということ。ただ今主催者3敗中ですよ。3戦3敗中ですよ。なんと0勝ですね。勝ち星しかない。勝たせてくれよ勝ちたいよ。みんな分かってないし、主催者に勝たせるところを勝たせる本気でいきますね。本ガチ。そうなんだよな。いやでもお呼びさん、本当面白かったので、選考会とかでオープニングマッチらしい、面白い戦いができれば、皆さんよろしくお願いします。頑張ってください、はい、さあ対しますは大江里さんです。よろしくお願いします。お願いします。大喜利ライバーが初参加ということですけども、はい、先日行われました出場者選考会を通過しまして、うん、そこでものすごく良かったということで。そうですよ、漏れ聞いてますよ。すごい人々を倒してきたということを漏れ聞いてますよというわけでオープニングマッチに出て、相手が主催ということですけども、はい、どういった心境でしょうか。そうですね、ただまあ参拝してるっていう話なので、そうですね、まあ大丈夫かな。まあそうですね、空の根も出ねー今でも勝率 0% そうですね0% ですよ。そうか、そうなってますからね。そうですね、まあそういう大一番ですけどもね、はい、そういう気でぜひ本気で来てください、はい、頑張ります。頑張ってください。頑張ってください。それでは早速参りましょう。1問目のお題はこちらです。ブックオフの店舗100件中80件が買い取りを拒否した本の特徴とは。それでは先手後手をルーレットで決定します。ルーレットスタート。では先手お手でつないで3、後手、お指さんで参ります。最初のお題はブックオフの店舗100件中80件が買い取りを拒否した本の特徴とは。先手お手でつないでさんからスタートです。ゴングが鳴りました。鳴りました、始まりましたね、はい、お手でさん、もう虫食いどころじゃないです、ほぼ虫です判定1ポイント。お指さん、水飴に使っている。判定3ポイント。20件は美味しそう。そうだね、良かったですね。それでもいいよと。そうですね、食べ物として捉えたんですか、ね、じゃあバイトを殴るべきじゃないですかね。そうですね、お指さんいきなり3ポイントが出ましたね。大喜利ダイバーの対局は今使われて表示されてます、このソフトで使用されます。はい、お指さん、はい、K-BOOKS パンフレット判定1ポイント。パンフルです。大泉さん、本のタイトルなんですけど、ウォーリーを流せ判定1ポイント。両サイド両者の持ち時間が表示されています。そうですね、でその下にポイント、で3ポイントを取った大泉さんの3がまた色ついてますね。これ5ポイントだとまた光りましょうか。そうですね、つきます。はい、お手さん、森口博子ギリギリ写真集判定2ポイント。お指さん、本に鉄くずが20キロ判定2ポイント。これも資源的な、そうですね、20件もね、結構ですからね。80件もね、チェンジ、チェンジのところがありましたので時間を一度止めます。ではお題をチェンジします。続いてのお題はこちらです。あまりにしょうもなくてエンディングでも使えなかったジャッキーチェンの NG シーン。あまりにしょうもなくてエンディングでも使えなかったジャッキーチェンの NG シーン。ではチェンジしたお手でつないでさんからリスタートです。そうですね、恒例ですからね、 NG シーン。そうですね、 NG シーン、どうでも映画でも NG シーン、ジャッキーチェンのようにはある、うん、ありますね、うん、はい、お手でさん、3階からダーッドーンって落ちた先が和食屋で、その後の流れで刺身にソースをつけた判定3ポイント。大泉さん、セリフ全部忘れて大体へーって判定3ポイント。
はひどい、ひどいですね、しょうもなさすぎます、はい、絵的でもないですね。あともう、へーって最初言った時点で止めろって言うんですよね。流したんだっていう、復活すると思ったのかって、スタッフも良くない、良くないですね、はい、おてるさん撮ってたスタッフも悪いですけど、そのオフシーン中に荻の目を本気で口説いていた。安定2ポイント NG っていうか、まあ撮っちゃいけないやつだからね。小指さん、ちょっと女子みたいになっちゃったんですけど、カツを食べるシーンで脂身を避けた。安定3ポイントおてれさん、あのここぞっていう本当にすごいスタントの時はブルース・リーさーん。安定2ポイント。まあそれ結構わからないでも、結構ここぞってありますからね。毎回使えないってことですよ。そうですね。見守っててください。ジャッキー・チェンさん見てますか。おゆびさん。水浸しになるシーンだったんですけど、真横に落ちてきた。安定2ポイント。コントジャッキーの責任ではない、しょうもないって言われちゃったらね、はいはい、おてれさん、テンポのひさしをこうバスン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 ドサーンって落ちたところが、あのフルーツ屋でパパイヤのアレルギーでブツブツが出た。安定2ポイント。おゆみさん、多分ちょっといいとこ入っちゃったと思うんですけど、サモハンを泣かした。安定3ポイント。さあサモハン13対17、おててさんの時間が半分を切りましたね。おゆみさんはまだ2分、約2分の差がついてますね、時間的に。チェンジ権を残してる。おゆみさん、はい、おてるさん、ふざけてやりすぎたアドリブでギバちゃんに怒られた。判定1ポイント。ギバちゃんに怒るって相当じゃないですか。よくジャッキーに怒れましたね、ギバちゃんにね。上下関係がよく分かんない。相当なことがあったんです。おゆびさん。まあ、日本と合作の映画だったんですけど、加山雄三をエキストラ扱いして。判定1ポイント。おてれさん、もうパンチラバッチリ。判定1ポイント。チェンジでお願いします。さあ時間を止めます。ではお題をチェンジします。続いてのお題はこちらです。動物園人気投票でパンダがまさかの最下位、一体何があった。動物園人気投票でパンダがまさかの最下位、一体何があった。ではチェンジをしたおゆびさんからのリスタートです。コードに書くのはリスタートですのコードに書かって方ですね。そこ今さりげなくルールを言いました。皆さんさりげなく頭に入れてください。そうですね、リスタートですがってからですね。おゆびさん、色が暗いホワイトと明るい黒。安定2ポイント、はい、おてれさん、まさかの繁殖大成功で5兆匹になる。安定2ポイント。まあそんなにいるとありがたみはない。そうですね、もう超人より多く、日本の人口より多くなっちゃいましたね。おゆびさん、お昼はささ食べないでランチプレートにします。安定1ポイント。そんなに反感買いました。ランチプレートにくい、おてれさん、アニメーターがパンダコパンダは失敗作だね。安定1ポイント。おゆびさん、パンダが檻の中からあー人だー。安定2ポイント。大体本気でやったらやっぱりパンダは上位に入るはずなんですよね。まあ、レアですしね、可愛いですかね。可愛い、知られてます、基本的に可愛いですかね。おててさん、はい、おててさん、あの投票する人間のことをラマやボンゴがめっちゃ睨んでた。判定3ポイント。まあ入れにくいですね。おててさんの時間が1分を切ってきましたね。そし
ですね、お呼びさんです、はい、お呼びさん常にその段ボールの中に入ってる判定1ポイント、はい、おてるさん、まあ、なんとも言いづらいですが、あの米国でのアンケート判定2ポイント、あ持ち込んじゃうんですね、そうですね、アメリカ人はひどいですね、妄想の話でアメリカ人をバカにしてますけどド偏見で、さあ、お指さん、お指さん、あ檻にあれいないぞっていう、なんか上に張り付いてて判定1ポイント、期間中ずっとそうだったんでしょうね、はい、おてれさん、あのランマの親父マジ嫌いだったんです判定1ポイント、そんなにそんなにマジ嫌いってほどですパンダにとってはいい迷惑ですね。だってあれ本当は人間だ、人間だよ本当は。いや パンダ、おえびさん、いつも園長にこびてる判定2ポイント、これは嫌ですね。さあおえびさん30ポイントが見えてきました。そうですね、あと3ポイント、おててさんは30秒切った、はい、おててさん、朝取りタケノコを全部食べた判定2ポイント、おさんも次豪華出せれば勝つ、そうですね、両者とも30が見えてきましたね。おえびさん、隣の檻の目標にちょっかい判定2ポイント、さああと1ポイント、おてでさんはここで、おてでさん、もう釣り目ですね判定3ポイント、さあ、さあ、おいでさんは1分を残しています、さあそうか、おいでさんがゼロでお手伝い回ってきて1取ったのに、落ち着いてください、落ち着いてください、容赦落ち着いてる、そうですよ、残り40を切りました。おえびさん、土日は判定3ポイント、 おえびさんの合計得点は30ポイントを超えましたので、この時点で勝ち抜けとなります。勝者おえび、ありがとうございました、まずは勝者のおえびさん、お疲れ様でした。ありがとうございます、いかがでしたでしょうか。そうですね、もうほとんど覚えてないぐらいの状態です、はい、そうですよね、いやでも勝ててよかったですね、はい、そうです、まあ、100% の可能性勝てるかもしれないまあ、そうですよね、有言実行ですよね、どうもありがとうございました、ありがとうございました、負けてしまいました。なんですか、 K1 3センチのあけぼのじゃないですかやれば勝てる、そうですね、今そういう状態になっちゃってますね、楽しかったんですけどね、そうですね、そうですね、またいいところまで行ったんですけどね、いや本当にこれはオープニングマッチにふさわしい自分で言うのもなんですが、そうですね、はい、これはねもう本当に主催者権限で今後もどんどん出てきますそう、負けてよ関係ないそうですね、お手本になるようなマッチにはなりましたからね、お呼びさん強かったです、はい、面白かった、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。